バナナの小さい苗の周りに不織布ポットを置いて、そこに塩道を発注しておくと、支柱を立てないでこのように絡み合うような状態になってきますね。もうちょっと沿道を早めに仕掛ければ、こういうこの前の最低気温1度、そしてその次3度の日が2日、そして4度と寒い日が続いたのですが、そういう寒波が来る前にもうちょっと沿道の背丈を高くできるように発注すればよかったなと思いますが、まあ、今年は後の祭りですね。もうちょっと大きい苗ですと、そろそろ沿道が立ち上がってきてはいるんですが、バナナの方の背丈がそれよりも高いので、沿道がバナナ葉の下にあるような感じになって、これは逆ですね。この前の寒波で、数日の寒波で葉っぱがこのように傷んできていますよね。傷む前に沿道のつる葉が覆いかぶさるようになるといいんですがね。まあそのようにするにはなかなか葉種のタイミングとか成長の具合とかあれこれありますので、そう簡単ではないですね。こういう野菜を利用したバナナの防寒対策のメリットはもちろん、バナナとは関係なしにエンドウならエンドウ、そら豆などを食べられるということですね。それで栽培とは違って畑に生えているいろいろな草を引き抜いて、あるいはむしってバナナの家計保護にするという手ももちろんあります。ここは隣はですね、沿道が巻いてありますが、こちらは間に合わなかったので不織布ポットを並べてないんですね。それでそちらの方の草ぼうぼうのところから草をむしったり引いたりしてきて、このように引き抜いたあるいはむしった草をかけ高く、かけのかなり高いところまで積み上げていく方法ですね。こういう方法を取りますと、株元の株周りの防寒対策および家計の途中までの防寒対策になりますよね。まあ、こういう雑草の他に、今さつまいもを収穫しようと思ってつる葉をカットしているんですが、でそういうものをまたバナナの株周りに、そして家計周りにいっぱい積み上げていく、こういうことでもかなりの防寒対策にはなりますね。もちろん上の方の葉っぱは寒波で傷んできていますが、その後しなければいけないのは家計の保護ですので、そういう目的のためにはこのような枯れ草とか、あるいは
この季節ですとさつまいものつるとかカットしたものをなるべく積み上げていって家計を保護するというふうにすることができますよね。まあ、とにかく、まあ、私の場合には畑がいくつかありますので、そこで得られる資材ですね、落ち葉とか草とか、あと作物の残渣とか、そういうものを利用してバナナの防寒対策に資する、まあ、それを第一義にしていますね。それで足りない場合にはもちろん麻布とか不織布などのなどで胴巻きするとか、それは二次的段階で考えて実施する予定ですね。